岐阜市営バス、イスズキュービック撮影岐阜駅前岐阜市交通事業部は、1949年から2005年4月まで、岐阜県岐阜市で、バス事業を行っていた、交通事業部局である。この組織名は2003年度からで、それまでは、岐阜市交通部と称した。通称は、岐阜市営バス。採算悪化のため、2001年に観光バス事業を、廃止。 路線バスも2003年度から岐阜乗り合い自動車へ3年かけて段階的に路線や車両を譲渡し2005年4月1日に廃止された。なお、譲渡された路線については譲渡後3年間は運賃本数を維持するという条件が付された。岐阜市南垣が背にあった庁舎も岐阜バスに引き継がれ、同社の柿が制御所となっている。 岐阜市営バス廃止と同日に、名鉄の岐阜地区 600V 線も廃線となった。廃止同日に名鉄バスの岐阜地区の路線バス事業も、岐阜バスに譲渡されて、岐阜地区から撤退している。その背景として、モータリゼーションの進展を背景にした慢性的な混雑に見られる走行環境の悪化から、岐阜市の路線バス、 路面電車等の公共交通機関の利用辞任の減少傾向となっていた上に2002年3月議会の代表質問において同年2月に改正された道路運送法が施行されて路線バスの受給調整の撤廃によりバス路線の新規参入撤退が自由となり岐阜市内の岐阜バス、名鉄バス、市営バスのバス事業者3社の状況は 極めて深刻で市内の路線の大多数は不採算であり赤字額は年間で合計10億円を超えていたためにバス事業存続の危機的状況であった。1997年に導入。岐阜市営バス、岐阜バス及び岐阜地区の名鉄バスの3事業者で共通利用できた。カードの種類は誰でもいつでも使用できる普通バスカード。 平日10時から16時までと休日終日に、誰でも使える昼間バスカード、学生がいつでも使用できる通学バスカードの3つである。名鉄バス、岐阜地区撤退後の2004年10月1日以降も、岐阜市営バスでは最後まで、名鉄バス発行のカードが使用できた。岐阜市営バス廃止の2005年4月1日以降も、発行済みの市営バスカードは、岐阜バスで使用できた。 また、岐阜市役所に岐阜バスカード自販機が設置されていた。その後、岐阜バスでは、2008年3月31日限りで、バスカードの取り扱いが終了し、3事業者発行分すべてのカードが使用できなくなった。2005年4月1日に譲渡された。路線2004年4月1日に譲渡された。路線2003年4月1日に譲渡された路。にれた路線移管された。 岐阜バスの車両、旧岐阜市営バスの図書区が残されている。ありがとうございます。